こんにちは、リップス自由が丘の小畑瑞希です。よろしくお願いいたします。本日は市販のブリーチ剤と美容室のブリーチ剤、何が違うのか気になる方もいらっしゃると思うので、こちらのウィッグを使って検証していこうと思います。よろしくお願いいたします。まずはブリーチからしていきます。30分時間を置いてここまで差が出ました。乾かしてみると明るさに結構差が出ているのが分かります。市販のブリーチ剤で何度もブリーチをして明るくするよりも、美容室のブリーチ剤を使って一度で明るくしてあげた方がダメージ少なく染められます。結構差が出ましたね。ぜひ参考にしてみてください。です。市販の黒染めと美容師の黒染め、明るくするときにどういう差が出るのかも見ていきたいと思います。黒染めをするときもちょっとの間暗くしておきたいだけで、自分で黒染めをしてしまうと後で後悔することになってしまうので、これもぜひ見てみてください。ここまでは市販と美容室の差はなく、しっかりと暗く染められます。さあ、ここからブリーチ剤を使って黒染めの色素を抜いていこうと思います。もう結構差が出ていますね。またさらに時間を置いて明るさを見ていこうと思います。合わせて30分時間を置いたら、ここまで色素の抜け方に差が出ました。いかがでしたでしょうか。結構色素の抜け方に差が出ているのが分かります。今回は黒染め後すぐにブリーチ剤で抜いたので、まだ明るくなりやすかったのですが、しばらく時間が経ってしまうともっと赤く抜けてしまうので注意してください。おまけとしてこちらは美容室にある一番明るいカラー剤で黒染めを抜こうとしたものなんですが、肉に全く抜けなくて黒く残ってしまうので、黒染めをするときは明るくすることがないときにしてあげるといいです。ご覧いただきありがとうございました。大学生の皆さんは結構自分でブリーチしちゃっている方いらっしゃると思うので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。